んにちは、アドレスホッパーの直人です。ということで今回は新居2日目なんですが、ついに仲間ができましたみたいなあの、まあ、昨日結構干してたんですよ、がっつりここに干してて、僕以外昨日誰も干してなくて結構太陽がねがっつり出てて気持ちいいんだけどって思ってたら、今日見たらなんかむちゃがっつり干してる。ヘルメットからアウターから窓の近くに椅子までに、あ、椅子じゃない、椅子まですごい。いやー、ということで、はい、めちゃめちゃロケーションはいいんですけど、目の前プライベートビーチだし、ただね、Wi-Fi 通じないんですよ、ここ。Wi-Fi 通じないのマジ不便なんで、はい、早々に申し訳ないんですが、明日お引っ越しします。朝8時ぐらいからこの音楽流れてるからね、日本だったら絶対ありえないよね。ご近所問題ですよ。ご近所問題、ご近所トラブルみたいな感じですけど、はい、まあまあ、すげえ気になるのが、なんでベランダにスピーカー置いてあるのかなって。中置いとけよ、スピーカーって思うんですよ。ずっとなんかよくわかんない曲が流れてるんですよ、あれ、朝から。ということでね、はい、まあ、楽しいパタヤライフ、ちょっとでもなんか伝わればと思って撮ってみました。ということで、早々に2軒目から3軒目に移りたいと思います。じゃあねー。